今日はキャベツとドライトマトのスパゲッティ。ドライトマトはチェリードライトマトっていう、ちょっとさくらんぼみたいな大きさのプチトマトのドライトマトを使いました。これね、甘くて美味しいんですよ。じゃあちょっといってみますね。いいね。このドライトマトのね、酸味が美味しいんだよね。で、トマトだけでもうまい。エリンギも入れてます。美味しい、これ。我ながら本当うまいな。キャベツとね、ドライトマトの相性がすごくいい。いや、ほんとうまいね。最高っす。甘いもうまいわ。じゃあ、こういうことでね、今日のパスタは、キャベツとセミドライトマトの、オイル仕立てですね、作りました。週1、2回あげてますので、よかったらチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ではでは、チャオチャオ。これがうまいのよ。生クリーム入り。最初にこれ舐めんだね。うめえ。で、次にこの。で、もうちょっとかき混ぜて、また生クリーム食べちゃう。あと、サラダ食べちゃう。